ありがとうございます、お待たせしました。それでは日本維新の会兵庫9区衆議院候補加古喜一郎により皆様にご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日はですね、この吉村共同代表に来ていただいて、私は勇気100倍、1000倍、1万倍になっています。これからですね、この明石、そして淡路が選挙区なんですが、今吉村共同代表がおっしゃった地方分権、地方創生、この旗印をこの明石から掲げる日本の国づくり、明石づくり、これをこの明石で変えていく、私はこの決意を今新たにいたしました。今共同代表からご紹介いただいたように、私は去年まで、約1年ちょっと前まで国土交通省という役所で働いていました。都市づくり、住宅建築、あるいは都市圏、国土整備、こういったようなことをやってきました。そして昔から言われてるんです、地方分権だとか地方創生、もう何十年も前から言われてる。しかし全然進まないんです。今石破さんが地方創生とかおっしゃるけれど、もっともっと昔から言われてる。でも全く進まないんです。吉村共同代表帰られそうで、ぜひ拍手でお送り出していただければありがとうございます。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 ですから私は国土交通省という役所にいたんですけれども、ずっと考えてたんです。私は今もう60超えましたけれども、若い頃からどうしたらこの日本を地方分権、あるいは昔は多極分散型国土形成だって言ってたんです。どうやって地方を元気にして多極分散型の国土構造を作っていくのか、ずっと考え続けてきたんです。そして今回こうやって政治家としてチャレンジしよう、そう思った時に、日本維新の会に公募しようと思った時に、自分自身の政策を打ち出す、その時に一生懸命考えてこれだと思ったのが、反播磨灘リゾート都市圏構想というものなんです。何播磨灘、何それ、どういう意味、皆さんそう思うかもしれません。しかしこれには深い意味があるんです。深い意味があるんです。日本の都市思い浮かべてください。大都市東京、大都市大阪、みんな同じような都市なんです。中心部にいっぱい建物があって、いっぱい人がいて、そして産業構造というのはすごい歪なんです。偏ってるんです。農業や漁業、そんなことはない、サービス業だけみたいになってるわけです。そしてひとたび大きな災害が起きればものすごい被害が出てしまう。そしてそれを復旧復興しようと思ったらものすごい時間とお金がかかってしまう、そういう都市構造になってしまってるんです。新しい国づくり、そして子育てをして大きくなった子どもたちがまたふるさとに戻ってきてくれる、そういう街づくりをするためには今の都市づくりだけじゃダメだ。もちろん東京に憧れ、大阪に憧れ頑張っていく子どもたち、それはいいんです、それはいいですけれども、やはりこの明石淡路で育って、そして明石淡路でずっと活躍をして年老いて最後の最後まで豊かに暮らしていく、そういう魅力ある都市で都市づくりをしていかなきゃいけない、それを考えたんです。そして具体的にどのようにやっていくのか、それを考えたときに、私はこの明石の目の前に広がっている播磨灘、これに着目をしたんです。播磨灘ってすごい広いんです。明石海峡大橋から瀬戸大橋ぐらいまであるんです。そしてその周りを取り囲むエリア、明石をはじめとする播磨地域、そして淡路島、四国の徳島、香川、岡山、このエリアをぐるっと皆さん想像してみてください。小豆島があり、伊江島がある、このエリアは本当に魅力的なんです。そして今僕が言った多極分散型都市構造というのがすでにある程度できてるんです。この関播磨灘エリアには明石があり、姫路があり、赤穂があり、岡山があり、高松があり、徳島があり、淡路があるんです。多極分散型の構造でこの関播磨灘エリアというのはすでにできてるんです。ですからこのエリアをもっともっと豊かに、もっともっと磨きをかけて、産業ももっともっと発展させて、そして子どもたちが大人になって活躍できる職場を作っていく、
お年寄りになっても豊かに暮らせる環境を作っていく、そういう新しい都市づくりのビジョン、考え方、これがこの日本には必要、そう思ったわけです。これを進めることによっていろんなことが解決できていけるんです。先ほども共同代表から話があった、何をやるにしても財源が必要なんです。日本維新の会はもちろん身を切る改革、そういうことをやって財源を生み出していく、それはもちろんやる。しかしもっともっと財源が必要、そういうことになった場合には地域経済をもっともっと活性化させていかなきゃいけないんです。地域経済を活性化させる、これは簡単なことではない。しかしできなくはないし、やったらできるんです。発想が今までは例えばアベノミクスというのは、これは積極的な財政出動をするだとか、異次元の金融緩和で金利を下げるとか、そういうことでやってた。これはいわゆるマクロ経済政策、たくさんお金を世の中に流せばこれだけ経済を活性化するだろう、そんなような話だったんですが、しかし現場での経済活動が活性化し、構造改革が進んでいなければ、1億のお金は1億の価値にしかならない、場合によってはそれ未満の価値になってしまうんです。1億のお金を1億2000万、1億3000万、そういったもっともっと価値ある使い方をしようと思ったならば、現場の経済、現場の活動がもっともっと活性しなきゃいけない。そのために私は地域から変わっていかなきゃいけない。そしてこの明石淡路には播磨灘がある、播磨灘を取り巻くそのエリアを活性化していく、そのために今ちょうど目の前には大阪万博がある、大阪万博でたくさんの方がお見えになる、こういった人たちに来ていただく、長期滞在型、1日2日だけじゃなくて1月2月と滞在していただく、そうするとある意味プチ移住のようになるわけです。ちょっと来て遊んでちょっとお金使って帰る、そういう程度じゃなくて1月2月といていただいて、プチ移住をするような形で地域に根ざしたリゾート観光をやっていただく、そうすると今まで観光とは直接あんまり縁がないと思っていたような農業だとか漁業の現場、そういうところにも新しい発想が出てくるはずなんです。農業や漁業の現場を1月2月いれば体験ができるわけです。そういう体験を全国から来られた方、あるいは海外から来られた方、そういったことにやっていただく、そうすると地元の人たちと交流が生まれる、交流が生まれれば当然話をしていろんなヒントがあって気づきがあって、あ、こんなことをしたらいいかな、こんなものがあったらいいかな、新しいアイデアが生まれるんです。活性化というのはまさに新しいアイデアから始まるんです。今までと同じやり方をやってたって活性化はしないんです。新しいアイデア、新しいやり方、新しい取り組み、これをやろう、やってみよう、チャレンジしよう、そしてやってみよう、チャレンジしようというのを応援する、そういう仕組みを、あるいはそういう社会を作っていかなきゃいけないんです。日本維新の会はなぜ改革をやらなきゃいけないか、それを訴えているのはまさにそういうことなんです。しがらみがあったり既得権があったりすると、そういう人たちは今まで通りでええやないかと、今まで通りのやり方で予算だけ増やしてくれたらええやないか、そうなるんです。それでは1億の金は1億以下になっちゃうんです。1億の金を1億5000万、2億に価値を高めるとするならば、改革をしてより時間高いやり方、新しい技術を導入する、作り方も変えていく、発想を変えていく、そういうことをやらなきゃいけない。それが改革ということで、こういう発想が豊かなのはまさに若い人たち、子どもたちなんです。僕はもうすでに60を超えちゃいました。そんな柔軟な発想をなかなかやりたくてもできない。しかし若い人、子どもたちは本当に豊かな発想力がある。その豊かな発想力を育み育て、その生かしていく、そういう社会に必要なのがまさに維新の言う教育改革なんです。教育を無償にして誰もが頑張りたい、そういうことにしたい、そう思った時に生まれた理由だとか生まれ育った環境だとか、そういったものと関係なくチャレンジできる、そのチャレンジする目を踏んでしまっているのが今の政権与党の政治なんです。頑張っても頑張ってもいいことがない、給料も上がらない、就職もできない、誰だってやる気になくなっちゃいます。こんなものは子供たち本当に元気で、今日も街中をぐるぐる回ってて子供たちが一生懸命手を振ってくれたり、頑張ってねって言ってくれます。そういう子供たちが本当の意味で夢と希望を持って胸をワクワクさせて頑張れる、そして頑張ったら頑張っただけいいことがあって幸せになれる、
そういう社会を作っていかなきゃいけない。そのためには町づくりから変えていかなきゃいけない、都市構造から変えていかなきゃいけないんです。遠回りのようで、それをやらなきゃいけないんです。それをやらないと明石です、子育てして、せっかく子育てした子供たち、また東京に行っちゃう、大阪に行っちゃう、帰ってこないんですよ。帰ってきてくれるようにするには、この明石淡路を中心として関播磨灘都市圏をものすごく魅力的な、全国にも誇れるような、世界にも誇れるような、そういう都市圏として育てていく、それが遠回りのようで近道なんです。そしてそういったことは本気になれば10年20年でできるんです。これはできます。今この気になって関係する県、例えば兵庫県、岡山県、香川県、徳島県、連携をして、そういうビジョンをしっかり作って、関係者が知恵を出し合って、よしやろう、そこにお金をつぎ込んで、公共投資もして、規制改革もして、ある種の特区のようにしてやればいいんです。そういうことはやる気になればできる。そうすれば10年20年でガラッと街が変わるんです。それが近道なんです。単に補助金を出す、教育支援で授業料をただにする、それはもちろん大事ですけど、それだけじゃなくて、育ってくれた子どもたちが帰ってくるような素晴らしい街づくり、これをやっていかなきゃいけない。なので私は喜一郎小作っていうのを考えたんですが、その中心に関播磨灘リゾート都市圏構想という構想を掲げました。これはリゾートとついてますけど、別にリゾート開発だけが目的じゃないんです。それはきっかけなんです。大きな街づくりを進めるために何かやろうと思った時に、きっかけがなきゃ物事は動かない。せっかく万博やるんです。これは日本維新の会は絶対に成功させる、絶対に成功させて、多くの方にこの関西に来ていただく、明石にも来ていただく、淡路にも来ていただく、そしてこの来ていただいた人たちと地元の人たちが たくさん交流をしていただいて、そこから新しい気づきや知恵を生み出して、それを実際の環境や社会に変えていく、そういうことが日々行われるような地域の活性化の構造を生み出していく。そしたら税収も増えるんです。税収が増えたら福祉政策も充実していけるんです。切れ目のない福祉政策と私は言ってますけれども、生まれてから亡くなるまで人生を通じて切れ目のない福祉サービスがしっかりと受けられるような、そういった福祉改革も私はやりたい。そういう改革はもちろんしっかりと自身の政策と同じようにやっていきたい。そしてさらにはインフラ整備もそうです。道路だ、あるいは公園だ、下水道だ、様々なインフラあります。鉄道様々あります。これは今まで私は国土交通省に長くいたので、もう肌身に染みて分かるんですけど、いわゆる縦割り構造というのが本当に強固なんです。いくら地域の目線で見てバランスの良いインフラ整備、この地域にはこんな都市整備が必要だと思っても、道路屋さん、あるいはダム屋さん、あるいは公園屋さんみたいなグループがあるんです。そしてどうやってお互いせめぎ合って、なかなかうまく調整がつかない、そんなことがずっと続いてきているんです。これも先ほど共同代表がおっしゃったように、政治家が本気になれば変えられるんです。国土交通省に関わる政治家が本気になって、国土交通省の縦割りをしっかりと連携を取るということを言えばできるんです。今の大臣では多分ダメだと思います。だからここはぜひ変わってほしいし、今の裏金問題で困っているような政権与党ではできない。なぜならば既得権だとかしがらみで、そのおかげで今の立場に皆さんおられるからです。自分たちを守ってくれる、自分たちを守ってくれる企業団体、この人たちに逆らって改革をすることができない、そういう状況に今なっちゃってるわけです。ですから今回の選挙、本当に正念場だと私は思います。そういう構造改革ができない政治家には、私はぜひ退場していただきたいと思います。そして本当の意味で改革をする気がある、そして改革のためのビジョンを持っている、改革をする子どものために頑張る頑張る、実際何をやるのって言った時に、ほとんどの人は具体的に何も言ってない。私は少なくとも町づくり自体を変えていく、これは国土交通省に30年以上いて、長い長い蓄積の中で、別にこれ思いつきじゃないんです。本当の意味で都市構造を、日本の都市構造を変えていくにはどうしたらいいか、考えに考え抜いた、その末での一つの結論なんです。ですからこの恵まれてるんです、明石淡路が恵まれてるんです。大臣などを自分の経験というのが複数の県にまたがって、この複数の県には県庁所在地もある、豊かな海山川がある、そこにバランスの良い産業構造を作っていく、教育も最高の教育を提供していく、福祉も最高の福祉サービスを提供していく、そういう都市圏、この気になったら連携して作れるんです。
そういう都市圏が生まれれば、これは国だって、あれ本気でやったら地方もやることできるじゃん。そう分かるんです。そうしたら国も今、共同代表が言ったような大阪だけはダメよ、そこの特定の地域だけはダメよ、そんなこと言ってるんですよ。本当にできるとなれば、そんなに乗っかってきた。乗っかってきて、それを真似しようとするんです。この明石、淡路ですごいいいことやってる。これにこんな効果が出たから、他の地域もどうぞ真似してくださいみたいなことをやり始めるんです。その先陣を切る、リーダーシップを発揮する、それがこの明石、淡路の地域だと私は思っています。だからこの地域からさあ始めようということを合言葉にして、この新しい日本の国づくり、町づくり進めていきたい、そういうふうに思っているわけでございます。大変遅くまでお騒がせをして申し訳ありません。今日は吉村共同代表に来ていただいて、私の思いの一部をご披露させていただきましたけれども、私は本気でこのこれからの人生、何年あるか分かりませんけれども、全身全霊でこの明石と淡路の発展、そしてこの明石淡路の町づくりが日本の町づくりの権威者、すなわちリーダーシップを取っていく、そして世界でも有数の都市圏として認められていく、そしてそこに暮らす人たちは本当に心豊かに人生を謳歌できる、そういう町にしていきたい、絶対やっていくんだ、皆さんが力を貸していただければできる、そう信じて全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。明石駅の皆さん、本当に長い間長時間ありがとうございました。過去の議事論からの熱い役に入れずに届きましたでしょうか。しっかり男過去9一郎やります。しっかりとこの選挙戦しっかりと戦います。最後の最後まで、27日まで走り抜きますので、どうか皆さん、過去9一郎に皆様の熱いご声援ご支持を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。